写真拡大。サンケイスポーツ専属評論家の野村克也氏84が22日深夜放送の TBS 系 S1 に VTR 出演。西武森友哉捕手24の髪型にぼやいた。優勝へのマジックナンバーを3としている西武は22日の楽天23回戦楽天生命で投手陣が打ち込まれ2連敗。2位ソフトバンクが勝ったため同3のまま足踏みとなった。3試合を残して1ゲーム差。最短優勝は24日に伸びたが最後は西武だと思うけどねと野村氏。リーグ2連覇への戦い方についてはトーナメントと同じ。1年あってもこういう展開になるとトーナメントと同じで負けられないと助言した。また試合を解説する中で1回西から先制の23号ソロを放った森に髪型なんとかしてくれよ金髪はダメよいかにもパーって感じとぼやく場面も。それでも構えに隙がないわな自信満々の構えをしていると森の打撃を評価した。